し、心境の世界を脱出した。あとは玉物前を倒し、再び殺生石へと封じる。封印には復帰序から旋回の章も力を貸してくれるという。だがそれにはまず玉物前の力を削いでよ。玉物前と戦い、これを打ち破る。直江兼続たちは玉物前の封印、お主らの力を借りるとは知っての通り、あやつは妙な手を使いおる。わしらで、いえ、玉物前と戦うのは我らの意志。あの俺たちはこの世界を守りたい。そのためなら戦う覚悟があります。そうか、ではよろしく頼む。お前たち妖力が強いままでは封印はできない。とにかくできる。承知いたした。俺たちに任せて。散々引っかき回されたが、この戦で全て引っかけ。怪しげな術にはもう惑わされん。我らの気概で邪神の輩を。どうしよう、兼続。これダッキは周到に手勢を展開しています。私たちの追跡を予期していたようですね。困難が待ち構えていることは覚悟の上、我らの気概で打ち砕くのみです。まずは玉物前様に協力する者たちを殺す。それが寛容かと存じます。玉物前にダッキ、敵は容器にて戦をなすものか。これはこれで戦いがいがあるだろう。常変わらぬお見事な武勇、あの土に見入られておりましょう。一段と冴えておいでですな。ゲンダマめ、調子に乗るな。俺を楽しませて。俺が強し。来ると思ってたのよね。でもダメ、玉物前さんの人には行かせないわよ。ああもう、私は忙しいから。またね。逃がってるぞ。どんな策を仕込んだよ。面白い博打になる。ここまで来ちゃったの？皆さん、任せたわよ。玉物前の気配をしたこの人に復活していよう。以前もあなたの力をお借りしましたね。ご協力をお願いできるでしょうか。もちろん。ではまず指揮で敵の動きを阻むとし。敵の兵力は衰える気配すらありません。こちらを倒して。これではおそらく玉物前の仕業によるものでしょう。何か手を打てればいいのですが。玉物前、やはり侮れぬか。この地には流血がある。それを利すれば敵の現出を防げよう。
が増えては厄介か。式に敵増援の動きを封じさせるとし。やってくれるの。流血に急ぐとするか。ラメ式かな。おのれ、まだ肉肉し。わらわでは倒せぬか。無事に流血へとたどり着けたか。この地の力、私ならば使いこなせる。賜物前の妖力を抑えることもできよう。さあ、術はない。賜物前がこもる砦を目指そう。次第を離せ。奴ならば火を消せるだろう。気をつけました。骨ごと噛み砕いて。事情は聞きました。俺の力で火を消しましょう。おお、一段と冴えておいでですな。わしの豪遊比類なし。トイレ最強の武を見せてやる。私の式をしのぐほどの働きだ。私ごと比べられては不満かな。あなたがいれば味方は安泰ですね。そんな優勝を支援できる私は幸せ者ですよ。よし、俺たちも一緒に進むぞ。逃げてるぞ。よくさんやられちゃったの。やっぱり偽物じゃダメね。お前は私が認めた衆だ。これぐらいの働き当然だね。なんでこうなっちゃうの。おう、覚えてなさいよ。おのれ。
魂一滴、まずは満足。ようやってくれた。これならば玉物舞を封印できよう。つまんないの。まあいいか、きっとまた。私気になっとるんじゃが、オロチの力の名残を偶然得たのでしょう。おそらくそれでその後はダッキを利用し、負の力を集めさせ封印を完全。ならばまた何かのきっかけで封印が解けることもあり得る。この先何が起きるかわからんし、ダッキも取り逃がしちゃったしね。それは否定できません。今回の件も。お
同じ騒動を繰り返してはなりません。確実に封印。確実に封印ですか。ああ、心境は旋回の秘宝。本来魔を封じるためのものなのです。心境ってのはあの女の子みたいな鏡みたいな。ええ、この時代にはもう存在しません。心境を得るためには。なら俺を過去に行かせてくれ。鏡の中に不意打ちであんな場所に飛ばされた挙句。